リッサ海戦は、八百十一年三月十三日、アドリア海のリッサ島の近海で、グレートブリテン及びアイルランド連合王国と、フランス帝国、イタリア王国混成の、いずれもフリゲート戦隊同士で行われた海戦。フランスのデュボルデュー大正式の、フランスイタリア混成フリゲート戦隊が、侵略と占領を目的とする軍隊と物資を、搭載してリッサ島に接近したのに対し、 ウィリアム・ホスト艦長式のイギリスのフリーゲート戦隊がそれを阻止し撃退した。この海戦はフリーゲートの戦隊が戦列艦のように起動して戦った数少ない例である。フランス艦隊は無秩序に攻撃し乗り込む機会を伺ったが大きな損失を被って戦意を失った。指揮官のドゥボルデューも戦死した。15時30分、イタリアのコルベット、ベッローナと コローナは降伏した。フランス軍艦、ファボリットは座礁して焼き払われた。生き残った3隻のフリゲートはイギリス戦隊の攻撃圏外に被体した。イギリス艦隊はリッサで修理を施してマルタに戻った。捕獲艦、コローナとベッローナはそれぞれイギリス軍艦、ディーダラスとドーバーになった。英語版ページは 同海域で1811年11月29日に起きたイギリスフランス領艦隊による海戦と混同している。イギリス艦隊ではアムフィオンが大破した。ありがとうございます。